旅行、票を獲得した人は即帰宅。この旅を一緒にしたくないなっていう人に、あーレッド票だたんで発表しますよ。揃ったんで発表しますよ。こちらへ平松。うわあ、やる。まだ3票獲得で確定だ。次は南野。どっちか下ろそうとしてんだ。次は翔ちゃん。やばいやばい。誰？誰？クラーズリーチ。ではないんだ。ないないない。いきますよ。せめて攻めて。南の。なんでここで並んでんだよ。優先投票。残りの3人で。僕車屋の息子なんで。すごいドライビングテクニック。気になる。落として今教えた平松かもしれん。長い目で考えてみてよ。平松平松。見て。そうだよ。以上。揃いました。これ3票なんで、もう割れることはないです。南野！まだやないこれは。ちょっと待って、車屋の息子だぞ。南野さん。どこですか？残った4人でゴーカートしましょうか。よっしゃー！南野の分もね、楽しもう。取りましたよ。お前入れたの俺。いや入れた。僕は入れてない。俺は入れたぞ。お前、バトンおかしいんだ。今日の行いを繰り返しつつ、駅前で死ぬほど飲んで帰ります。じゃあねー、お疲れさまでした。お前、俺裏切ったからな。誰に投票したんですか？南野です。今日一日振り返ってみようってなった時に、はい、南野が若干集合が遅れたんですよね。そこをちょっとずっと引っかかった部分があったんで、平松さんです。ワールドいたじゃないですか、はい、その時くらいからすごい疲れが見えてきたというか、すごい帰ってもらった方がいいんじゃないかっていう理由で。じゃあ今後も疲れがまだ見えてるようだったら、見えてるようだったら入れるかもしれない。なるほど。翔ちゃんでございます。もう南の子を守りたかったんです。あーなるほどね。翔ちゃん入れるであろうで、2票いけば翔ちゃん申し訳ないけど、2をかからずあのボケはシャーシュー立ってたよ。信じなかった。南野さん、南野消去法って僕のキャラです一人なので、はいはいはい、翔さんが社内でめちゃめちゃ僕のこと気使ってくれて、はいはい、平松さんに入れたらしいですけど、絶対僕と平松のどっちかは消えるだろうなと。決戦投票なるのを見越して、俺がだから他の人入れちゃうとこの票がばらついちゃうから。まあでもそういう発想が良くなかったのかな。そうかもしれない。そういうところがみんな見てたのかもしれない。こっから楽しいですから。広い、乗ったことないですね。これ一応レースになってるんで順位が出るんですよ。ビリ取った方はゴーカート代全額負担でお願いします。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。ちなみにですけど1万4000円です。なんて残酷な旅よ。野々野が一番良かったんじゃないか。レースが7周ですね。7周結構あるね。7周の間基本だから追い抜いたり調節しても、はい、もう全然大丈夫です。じゃあ、予選の結果発表の方からいただきます。まず第1位スタートですね。特等車に乗ってたズバーン。うわー。次第2位スタートですね。11号車に乗っていた、サスケ選手。うわー。7号車に乗っていた平松選手になります。はい、そしてですね、第4位スタートです。8号車に乗っていた、翔ちゃん選手になります。僕ですか？はい、お前しかいねえよ。あー、無駄ない走りできたと思ったのに。11番、サスケ。8番、翔ちゃん。8番、7番、平松。6番、ズバーン。到着しました。先頭はズバーン選手、続きましてサスケ選手、そして平松選手、最後にショウちゃん選手。さあ今一斉にスタートして第1コーナー曲がっていく。
ました。いきなり平松選手がグイグイいっております。わー、混戦状態、混戦状態。さあ順位はどうなってますか。順位はサスケ選手が抜きました。1位、ズバン選手2人に抜かれて3位まで下がりました。翔ちゃん選手安定の最下位。さあそれではまずはサスケ選手が2周目終わって1位、そして平松選手、ズバン選手、翔ちゃん選手の順番。順位はこれで変わらないのでしょうか。今のところサスケ選手が圧倒的な1位。なかなか平松選手スピードが出ませんね。さあここでアクシント、翔ちゃん選手スピンをしてます。翔ちゃんが抜かれる、ストレートで、あー抜かれた、抜かれました。平松選手も翔ちゃん選手を周回遅れにするのか。だいぶここの差も縮まってきました。あー抜くのか。そして言ってる間にサスケ選手、1位でゴールイン。平松選手が2位、ズバン選手、翔ちゃん選手はゴールじゃなくてもう1周。めちゃくちゃおもろいわ。調子乗ってゴールした後2周した人。おい、もう終わりだよ。なんかラスト1周なの。いやめちゃくちゃ絶妙じゃん。間違っちゃったな。ウイニングランナーか。なんか言ってる、なんか言ってるよ。まあ見てわかる通り、ジーニー歳の方にはですね、はい、炭酸水なんですけど。うわうわ、一番はサスケさんです、おめでとう。幸せ、おめでとうございます。よし、ウイニングラン2周が今後の旅にどう影響してくるかはこれやめなさいって分からない。面白かったですね、ドリーム平塚。いやー面白かった、最高でした。めちゃめちゃ面白い、というめちゃくちゃおもろかった、マジで。このメンバー4人でさ、最後までもう行こうよ。そうしましょう、ほんとそうしよう。もう一つになったもんね、仲間やん、チームやんか。あごきんさんお願いしますよ。このままのメンバーで最後まで、やだまで行きます。いやだまで行ける可能性もあります。ちょうどいい4人やん。皆さんお疲れ様です。よっしゃー、めっちゃ楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった。動画で良かったでしょ。良かったです、最高ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。自腹以外は本当楽しかった。ついに4人まで来たか。最初いっぱいいたのにな。すっかすかじゃん、ね、皆さん旅始まりましたよ。楽しむしかないね。誰かの名前でも書かなきゃいけないわけだからね。いやもうそれもうこんだけ仲良くなったと辛いっすね。俺はだからもう自分で自分の名前書く。あ、わあ、僕もじゃあもう自分の名前書きます。じゃあずっと自分の名前書き続けたら、うん、これは誰も裁けねえぜ。そしたらもうみんな一緒だ、最後まで。おい、あごどうすんだいって話だよ、その時にな、うん、その流れでやりましょうよ、投票。なるほど、自分の名前書くという流れで。わかりました、自分の名前でやりますね。はい、ということで皆さん、旅行の醍醐味といえば宿ですよね。ホテル三日月ってどこ知ってます。いや、ちょっと長いとこ知ってます。これからそこに泊まりに行きますよ。そこでみんなで一泊しようじゃないかっていうことなんですよ。行きましょう、行きましょう、行きましょう。待て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 、投票タイム。ここでやる必要ないじゃん、せめてせめて門構えで決めて。今からホテル三日月に向かうと、着く頃にはもう終電がありません。皆さん帰れなくなっちゃいます。で、はい、その前に今ここで欲しい人を決めてホテルに行った時に向かうと。戦い疲れたよ。そんな計算してまでも落とさんといけない。ということで皆さん、いやもうここ乗り切ればもう止まれるってことでしょ。あ、そうね、すっごいでかい。ここ一番でかい。今のとこ発表入ってないもんね。あ、確かに。いやもう、いや入るじゃないですか絶対。今の言っちゃったらもうやだな、絶対帰りたくないんだよな。この感じもなんか可愛いという。過去の実績からいくと、うん、結構平松と翔ちゃんが票を集めてます、うん、はい、僕の予想なんですけど、まあ、入れ合ってるんじゃないかっていう。あ、お互いね。皆さん忘れてないですか、この人ウィーニングラン2周してますから。底意地の悪さが出たんですよ。翔ちゃんはちゃんと寝てました。いや寝てない、寝ようと思って僕たち撮るのかなから退屈するのか、うん、僕はマジで一切寝てないです。サスケさん寝てました。いや、ちょっと、はい、振り返った時に、うんうん、
みんな寝てたし。いや、嘘嘘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 平松すーわー言われたやだみんな、どんだけ俺が貧乏から話したよね3枚目ズバーンうわーおーおーおー勝者の可能性あるもんね勝者の可能性あるやったら4人やったらもうお願いします4人やったらもうお願いしますうわどうすか当たるなんかほんといいんだえ平松おい平松おいふざけんなよ危ねえ危ねえ鬼ひょう入れた二人飲ませてくれ平松さんご客ください逆にもうなんかもうすがすがしいわ翔ちゃん目見てくれよ絶対入れたわこいつ忘れ物ないかなみんなでさ、うん旅館で飲めたらいいなと思ってお酒持ってきてたからさ、うん、いただきますじゃあみんな行こうかはい、ゆうじが車に乗りましょうじゃあ美味しくいただきますそした本当に悲しいわこれお酒飲んだりとかさ夢語り合ってさあ、お疲れ様ですお疲れ様でしたありがとう楽しかったよ50万人突破おめでとうね俺はさプリトル持っていけると思うぜじゃあねなぜにはい平松さんだったんでしょうかカメラが回ってない時も舞台の声で喋られてたんですよね誰にも人がいるところなんであホテルはねあんまりちょっと外じゃないしズバンさん1票入ってましたけどはいそれについてはどう思います残れたんでいいですチョちゃんは誰に入れたんですか平松さんです正直、はい、ズバンさんとすごい迷ってなんで迷ったの純粋にその見た目的に若いのが2人がどうなのかなと思って平松さんがすごい疲れてたんで早く返してあげた方がいいんじゃないかって優しさだまあでも結局その優しさがちょっと辛い思いさせちゃったんですけど佐々木さんちなみに誰に入れたんですかズバンですうわーゴーカートの時に、はいうん、誰よりも早く指摘した、来たのがズバンなんですで、1票も過去に入れられてないので、はい、ここで1票を入れといて周りにあ、この人1票入れていいんだっていうやっぱ空気作りさつきさん1票やっぱ入ってましたねいや、これね、誰だか分かってるんだよねちなみに誰だと思うんですよ多分平松いい夢見れそうです平松さん、誰に入れたんですかさつきでございますうわさつきじゃなくて、ズバンにしてたら決戦投票だったか分からないいや、マジで一泊したかった俺ね、誰よりも一泊したかったと思う一番近いコンビニで酒すぐ買うわ俺あー危なかった平松にたまたま2票になったけど、うん、誰が訪れてもおかしくない状況だった最初サスケさんってなった時ちょっとマジでサスケさんあるなと思ったね正直ここまで残れるとは思ってなかったですもっと早く落とされるなと思ってたんでもうこれも止まれるもう止まれますよ温泉も入れるあーやったーさあ皆さんホテル三日月着きましたよっしゃーもうテンションマックスでもめちゃめちゃすごい、はい、ここマジで残ってよかったこれ見せられて帰らなきゃいけない止まれないってここでやられたら本当に地獄だよある意味平松は幸せだったかもしれないじゃあここで一泊しますんでよし、はい、行きましょうじゃあ中の様子はねまあちょっとだけこんな感じですはいいいですよマジでこんなっけずっと匂いじゃんよかったみんな生き残れて最高ですよかったうわすごいやばいじゃあお風呂入りましょうみなさん一泊しましたけどもめっちゃ良かったですいや最高お風呂がやばいプールみたいなお風呂でやっぱりここまで勝ち進んだ回ありましたねやるね疲れてたんでしょうね寝たじゃんどれぐらいやっぱハードだ続くんですかこのまま3人で2日目を満喫するかもしれませんあ、そういうことね、はい、そうです今日もね楽しいところいっぱい用意しますよし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 では2日目スタートさあ皆さん次の目的地に向かってますよイエーイこんなこと言ってても気を落とさなきゃいけなくなるの
もう決めてます皆さん。僕の中ではこの人かなっていうのは早いんだよなこの人。一番怖いのはズバンさんですよ。なんでですか。さっと1票入ったじゃないですか。最後1票入ったね。ここからは多分攻めの動きに入ると思う。ということで着きました八景島シーパラダイス。水族館あるわ、遊園地もあるわ、ほんとですね、盛りだくさんだよ、シーパラダイス。なになに、これ、この動きなに。これテンション上がってるの。テンション上がり、いいっすね。ほんとだ、映え。うわー、映えだな。一人だけ違うとこ行ってるよ。もう俺、切りました。みんなで楽しく行こうってね。ちょっともう一回やろう。もう一回、さっきの映えじゃない。え、映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 え、あれあれ、なんで同じことやったんですか。今初めてですよ。あ、恐ろしい。これよくない。自分で取った魚を料理してもらって食べるらしいよ。じゃあここ行きましょうか。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。投票タイムです、投票タイムです。もう箱に入れた。いいよ箱は。一人帰ってもらいます。普通にさ、楽しもうよ。いや普通に楽しむのは二人だけ。一夜共にしたんですよ、みんなで楽しく。そうだね。俺も決めました。え、早い。昨日の夜、ここに来てからの行動を加味して決めました。あ、やばい。ちょっと今帰りの電車調べていいですか。じゃあそれでは、3人それぞれ帰ってください。スラスラ行ってるわ。早っ。スラスラ、やばい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 、怖すぎる。じゃあ全員揃いました。1票目サスケ。嘘でしょ。サスケだ、リーチです。頼む頼む頼む、ほんと帰りたくない、ほんと帰りたくない。いいですか。はい。2枚目ズボン。うわだよね。さあ最後の1枚。ここまで来たら、ここまで来たらお願い。よっしょーちゃん。とんでもないことになってしまった。今の踏まえてこいつは俺に入れたんだなって想像しながら。もう一丁じゃあ、もちろん同じ人に入れるのもありですよ。変えてもいいですもんね。変えてもいいですし、これでもう一回同じだったらもう、それはちょっと考えましょう。まずは1枚目ズバン。うわもうほら。もうほらもう終わりですよ。続きましてサスケ。おい、ちょっと待ってよ。変えてないのか。変えてないだね。じゃあ最後の1枚サスケ。やったわやったわやったわ。ねえねえサスケさん、わかるわかる。お前らだったな。なんでサスケさんだったんですか。サスケさんいないとダメかなって思って、1回目翔ちゃんって書いて、で2回目にサスケさんってもう1票あったんで、はいはい、じゃあそっち合わせようと思ってサスケさん。なるほど、合わせに。じゃあやって合わせました。あの僕1回目サスケさんで2回目サスケさんなんで変えようかなって言って。サスケさん、うわすいません、ごめんなさい。あの海の上、おーそっちだね。絶対第2回やります。あ、サスケさん、サスケさん、そっち、あの入場口ですんで。覚えていかない。さよなら。さよならでした。さよなら。釣り得意2人とも。いやもう僕はもう得意ですよ、もう行きますから。あ、釣りに行くんだ。おおお、来た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 。やば、紛れもなくアジですよ。紛れもなくアジですよ。やった。あのエビがつかないです。なんでなんで。これ釣った魚食べれるらしいから。もうちょっと翔ちゃん伝説作ってよ。行ってこい。おぉ、うわすげぇ。しょうちゃん、何してんの。餌がつかないです。うわ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 、3匹目いった。ちょっとズバッ。痛い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 。しょうちゃん、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 それおぉそれおぉそれおぉ、逃げてった。うわぁ嘘でしょ。いやもう3匹釣ったもんね。じゃーん、いきます、いきます。めっちゃうまい。めっちゃ多分新鮮。自分で釣った魚は一味違う。おめえのじゃねえよ。ついに2人になりました。はい、ちょっとまあサスケさんには申し訳なかったですけど、次がね最後の目的地なんですけど、あの2人だともう投票できないじゃないですか。そうですね。なんでもう投票はないです。うわあ、イエイ、よかった。それでは次の目的地目指して行っちゃいましょう。ゴッ。ということで次の目的地はこちら、アマゴ屋。こちらが浜焼き食べ放題のお店です。いやすごい。ここまで頑張った2人に、はい、ご褒美ですよ。本当ですか。ということでこちらね、食べに行きましょうか。よいしょ、はい、と
投票タイム、はい、投票箱持ってなかったんで、はい、さすがにもうないかな。男性でしょ、もちろん今2人なんで、はい、投票したところで11に分かれるんです。なので最初から決めてたんですよ。最後2人に残ったら今までの投票された票数の少ない方が残る。ちょっと待って、これ来たんじゃない。これって、はい、決戦投票みたいになった時の1枚目とかも入ってる。もちろん決戦投票分は抜きます。あの一発目の方、え、もうあのさっきの時点でもう全部分かってるってことですよね。何のことですか。いや、だとしたら帰る方の肩を叩きます。うわ、帰るのは翔ちゃん。翔ちゃん、あ、今までの投票数合わせますと、はい、ドバンさん、はい、最後にポンポンとあった2票、はい、翔ちゃん、はい、3票うわ、ギリギリじゃん。だいたい僕に入れてたのは平松さんのやつ。平松翔さんにやられたみたいな。すみません、はい、甘えるために行きましょう。でもクリントさんじゃないのにみたいな気持ちもありますよ。いや、みんなで投票した結果これですから、せめてじゃあ匂いだけ嗅がさせてください。ご期待ください。匂いとダメだ。美味しいの見ながら帰りますか。お疲れ様。いや、もうそんな女の終わりだとは思っていなかったな。みんなそう言ってた。だねー。はい、ズマさん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。浜焼き食べ放題、いただきます。うまっ。絶対うまいよ、絶対うまいよ。最後もショーチャーと一対一になったけど、うん、やっぱ過去に投票されてないってことは、うん、それだけみんながズバンと旅をしたかったってことなんですよ。まあ、最終的に残ったのはズバンさんだけなんで、はい、ズバンさんに聞きたいんですけども、はい、今回の旅行楽しかったですか。めちゃくちゃ楽しかったー。ありがとうございました。ありがとうございます。天然マンションとキャラダイス TV のチャンネルは概要欄に貼ってますので、はい、そちらの方も見てください。この動画が面白かった人はチャンネル登録高評価お願いします。それではまたねー。大阪から東京まで登録で買えるってか。よっしゃー、えっ、鼻から消えた、落ちた、電気落ちる。